陸海の石川通り線、エンジン1つ、タイヤ2つであればほぼいいというですね、レギュレーション法で取れます。この R クラス、エンジンも 125cc もいれば 80cc、50cc も入れていった、非常にですね、バラエティにあふれるですね、クラスであります。R クラス決勝です。それではご紹介いたしましょう。2015白糸 TT93 ライディングスポーツカップ第1戦、R クラス決勝ウィットのご紹介です。まずはフォルシュターゼッケン40番若崎武雄、マチダスピードスターズテイクゼロハウイ八王子、マシンは NSF。 2番グリッドからはゼッケン3番西野正門アーショーデンダロ、マシンは NSF100。 3番グリッドからは49番萩原秀明、マチダスピードスターズプラスハウイ八王子、マシンは XR100。 4番グリッドからはゼッケン4番前山和明、エチゴ丸若いと お姉さま、マシンは NSR80。 以上4名がフロントローからのスタート。2列目5番グリッドから23番の小島のりたか、チーム道楽親父地下へ23号。6番グリッド73番栗林明夫、ロケットパルケロタンプラスネオラグナ、マシンは NXR125。 7番グリッド93番飯田りたか、山靴レーシング、マシンは8。8番グリッド、石鹸14番の山田信也、レーキンプロジェクト、レーシングキング。9番グリッド、石鹸12番、三上宏勝、R 商店、マシンはシグナル。10番グリッドは、石鹸7番、石鹸7番、中島聡、ワイルドライオンの R 商店、マシンはディオ。11番グリッドからは、石鹸6番、中山正宏、チャリンレーシングプラスドロンパレーシング。12番グリッドから64番久江光弘、ワークス久江、マシンは WH021B。 そして13番グリッドからは、設計5番高岸ジョンスクール、マシンはシグナス X。 以上13名のライダーが出走いたします。 R クラス決勝レースバーナルスタート、出走ライフは3台、
が最上位、数候補にはゼッケン10番の2着がつけております。さあ、この山里ですね、2番のスーパーロッカーというのを持ち出しております。Thank you.
数6匹前は丸山を上回る体勢を追い上げております。さあ、そして見事アルカ総選手